今回の目的は情報収集だったな。ならば、皆で固まって行動するのは効率が悪い。二手に分かれて行動するのがいいと思うが、どうだ？俺とお前、月島王と千鬼丸の二組に分かれるのがいいだろう。お前と千鬼丸の場合、千鬼丸が逃げ出した時に対応しきれまい。逃げ出すの前提かよ。本当に信用されてないんだな、俺。万が一のことを考えてだ。もしお前を取り逃がしたら、皆に申し訳が立たん。では、そうだな。二時後にでもここで落ち合うことにしよう。気づいていたのか。本当に戦を起こすつもりかどうかは、家康本人に確認するのが一番だからな。侮るな。家康の言葉の虚実を見極める目は持っているつもりだ。待て、どうしてそうなる？お前は最初から人間に不信を持っている。そんなものが公平な判断を下せるとは思わん。俺一人でいい。月島王や千鬼丸と合流するまで、どこぞで時間を潰していろ。そこに隠れているのは誰だ？俺に何か用があるのではないか？さっさと出てこい。
前はこの間もここに来たことがあるな。一体何者だ。どこぞの大名が差し向けた刺客か。では一体誰の差し金でここに来た。いくらなんでもお前のような女子を殺したりはせんよ。あなた方人間はということは、お前は人間ではないということだな。もしや和也と同じ鬼の一族か。なるほど。お前たちの目には俺たちはそう映っているのか。確かにその通りかもしれんな。同族同士で止めどなく争って、親兄弟といえど殺し合って、どちらが鬼なのかわからん。出会え出会え。そのくせ者とやらはお前の仲間か。確かめに行け。もし和也であったとしても、この屋敷の者に捕まったらただでは済まぬぞ。やはりお前じゃったか。殿に近づいて何を吹き込むつもりなのかはわからんが、今は殿が征夷大将軍となり歴史に名を刻むことができるかどうかの正念場じゃからな。お前のような者に殿の近くをうろつかれると困るのじゃよ。征夷大将軍となり歴史に名を刻むか。それは本当に家康が望んでいることなのか。決まっておろう。武門の家に生まれて天下取りを望まぬ者などただの一人もいるはずがないわ。皆の者、その者を捕らえるのじゃ。殺しても構わんぞ。
愚かな。これで終わりだ！お前はなぜここに。傷は負わせるな。この、よくもやりやがったな。気を抜くな。俺たちは強靭な体を有してはいるが、心臓を突かれるか首を落とされればひとたまりもないのだぞ。
やはり人間の肉体では耐えきれんか。来い、今のうちだ。逃げるぞ。お前たち何をしておるか。少しでも体力が残っておる者はあいつらを追うのじゃ。こっちだ、早く。危ないところだったな。二人とも大丈夫だったか。詳しい話は里に戻ってからだ。ここでは誰に聞かれるかわからん。ああ、構わない。おい、さっきの礼をまだ言っていなかった。忘れぬうちに告げておこう。先ほどは助かった、ありがとう。なんだ、そんなに驚かれるようなことを言ったつもりはないが。俺が礼を言うのがそんなに意外だったか。なるほど。まあ、人を傷つけるのを好まぬのは鬼だけではないが、今回ばかりはお前の頭が固かったことに感謝しなければならんな。俺の顔に何かついているのか。笑うのは得意ではない。この辺まで来れば大丈夫だろう。さて、何があったか聞かせてもらうとするか。さっきのじいさんは一体何者なんだ。答えられないなんて言わないよな。あの老人の名は本田正信。
家康の腹心だが、槍働きではなく暴臣として仕えている。他の家臣たちからは腹黒軍師だの、腹渡腐れだのと呼ばれているな。あの老人を褒めている者はほぼ皆無だ。それを知っておるということは、和也、お前は徳川家の人間と通じておるということだな。そういうことになるな。何がそういうことになるなだよ。徳川家康って言えば殿下を預かってる大大名じゃないか。そんな人間に関わってるってことは、人間の世界の祭りごとに関わるなって掟に背いてるってことだろう。今回の件については他の棟梁たちにも報告せねばならん。分かっておるな。ああ、理解している。なんだよ、開き直りやがって。